サクセス6回目の相手は楽天のマイケル・フランコです。楽天新加入の助っ人外国人、それもメジャーでの実績があって通算130本も打ってる。日本球界にやってくる助っ人選手の中ではかなり実績がある方ですよ。よく取れたなって感じもしますけど、まあでもそこまでの驚きはもはやないかな、今の時点では。だって横浜にバウアー、現役バリバリのサイヤング投手が来たから。あれと比較したらメジャーで130本打った、だからなんやね、そこまですげえもんでもねえよっていう感じの感覚の麻痺が今起こっちゃってる。能力に関してはよくいる助っ人的な感じですよ。パワーあるけどミート能力はなくて、プルヒッターとか初球丸、この辺の特殊能力はついてるけども、それ以外めぼしい部分はない。これから日本で残す成績によってアップデートを重ねて、もっと強くなるかもしれないし弱くなるかもしれない。リアルタイムの今残してるフランコの成績を見てる感じ、当たり助っ人とは言い難いので、これからさらに弱くなる可能性もある。オートペナントのマッシュもそこまでの数字は残してこないと予想しますね。そしてこれから作る選手に関しては、来日1年目で初期能力の助っ人ということを考えたら、何も持ち込む必要はない。なしで選手を作っていこう。レッツ対決サクサクセス。ちなみに今回 DH 起用の対決になるので、挙げるのは打力だけでいい。守備は二の次、足もあった方がいいけども、そこも重要じゃない。いきなり特化パネルがあって、ガンダーにも出会うことができて、パワー強化カードではなくミート強化カード、どうしようかな。これ変わるの待たなくてもいいですね。このステージに関しては他にあるパネルを組んでいけばいいでしょう。ハテナパネルでカードゲット。 OK、 チヤホヤカード、センキューです。多くの特殊能力を得る必要がある。まあそこまでの選手を相手にしてるわけじゃないですからね。別にあいつに勝つこと自体は難しくない、そこはどうでもいいよ。ただやっぱいい成績を残す選手、ここ最近全然作れてないんで、今回は相手との競い合いじゃなくて、いい選手を作っていい成績を残す、シンプルにそれをやっていきたいんですよね。最近そういう喜びを味わえてないから。これは誰だ。あ、石井監督じゃないですか。 GM から監督なっても無能のまままですけどね。相変わらず楽天も弱い。これでより選手は特殊能力を教えてくれるようになった。うわ、浅村がいてこれだけの特殊能力を持っているし、もう一人助っ人はギッテンスですね。広角打法持ち、どっちも広角打法持ってるじゃないですか。それはいい成績を残すにおいて必要な特殊能力だから、くれよ。無地パネル追加、それはありがたい。ギッテンス、なぜ逃げた。え、逃げる理由なくない。え、なぜ逃げた。なぜ赤の方誘導してくんの。あって、うん、出会うことができて、基本的な部分総力、いやいや足の選手じゃないやん。広角打法よこせ言うの、それくれへんのだったら会う意味はなかったな。出会わなくてよかったと思えるよ。浅村きっとくれるよね。どう、特殊技術さよなら男。いや、さよなら言わないで、まだやろうよ一緒ね。いらない特殊能力。はぁ、マジかよ。欲しいもの全然くれなかったし、無駄にやる気には満ち溢れてるっていうね。全然やる気じゃないわ。とりあえず体力回復して温存できたのは嬉しいこと。ただ能力は全然上げられてない。未だ打撃系能力は F のまんまっていう、弾道も2のまんま。ここから強くなれるかしら。オール F な選手ですよ。あれ、今ステージが始まった。おかしいな。確かに2つのステージを経てステージ3を迎えてるんですけど、まるで始めたてみたいな能力ですけど、特化パネルがあるんで、まずは全部パワーに変えていこうかな。一つまずパワーは対決のテーマなので、カレンという邪魔がやってきたけども、一旦こいつのこと無視したいけど、なかなか無視できなくない。だん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 近く寄ってきてるよね。全部青をパワーパネルに変えることができたが、上にめっちゃ固まってるんで一回シャッフル踏むが、カレンが近くに来るイベントはいらないよ。どこ行った。うわ、鬱陶しい。1ゴール近辺うろつくなよ、お前めんどくせえな。とりあえずようやくパワー能力を上げられる状態にあるから、それを踏んで、あ、金縛りで位置的にどうだろう、間に合うかなこれ。とりあえずカレンをはめていきたい。ギリギリいけるかな。目の前で金縛り解けた。うーわ、もうそこで解けんなよお前、マジかよ。これどうにかして、もうすごい勢いでこっち来た。はい、目と目が合っちゃった。はめていかないと死んじゃいますね。はめれるかしら。目の前にいるので彼の方行っちゃいますけど、はめれた、よかったね。いやでもお前、金縛りが解けてなかったらもっといい感じで出会えて気持ちよかっただろうに。心の底からカレンとの出会いを喜べたんだけどね。あの出会いは必要としてないもの。ゴール近辺にあるパワーパネルを踏んで D の56まで上昇で、あとの2ステージでパワー能力を上げつつ、パワーだけ当たってしゃあないですよ。今の時代ミート能力がなければホームラン打てません。超投高打低なんだから。そんな中こんな能力のまんまパワーだけの選手作ったところでいい数字は期待できない。このままじゃいかんのよね。何よりも弾道もないから、そこも上げていきたいんですけど、弾道パネルがないから弾道を上げれないんですよね。なぜその選択肢を俺に分け与えてくれないのか意味不明なんすよね。弾道パネルは最優先出せよ。プロ入りカードをゲットしたのでもう失敗はない。持ち込みアイテム持ち込まなかったけど、これだけのカードがある、支えがある。それに対してこの能力しょべーなー。金縛りは今なるんじゃなくて、カレンがこの後絶対降ってくるから、その時になってくれよ、頼むよ。ほらこのタイミングでこいつ来やがって、位置的に鬱陶しい。一回シャッフル踏んでどっか行けよお前よ。近くに来んじゃねえ。
は？なんでここにおったものをシャッフルしてここに凝らすん？意味わかんない。これ下降りたら吹っ飛ばされる危険性あるから、一回角行くよね。で、こいつこっち来るよね。確実にこっち来ますよね。そうなったら吹っ飛ばされて体力減るんですけど、どうなる？俺は右行かなきゃダメなので行きますけど。うん、あっち行ったね。で、カレンは引き続きどこ行く？そのまま下行ってくれるよね。俺はこっち行く予定だから頼むよ。そっち行ってね。はい、こっち戻ってくる。おかしくない？お前下行って下、あっち向いとったやん。なんでこっち戻ってくる？何を理由に？根拠のない動きする生物って一番怖いですからね。理解できないもの、理解が追いつかないもの、それがあいつですよ。まあ、体力にはもともとゆとりがあったんでそこまでのダメージはないけども、出会わなければよかったよね、あんな感じであれば。青パネル追加、それでも弾道パネルはない。はい、出た。一切弾道パネルが湧いて出てこない時ってたまにあるんですよね。今回まさにそういう回で、守備能力は必要とないという言ったのにもかかわらず守備能力を上げてくれる、意味不明でしょ。だからこのモードのことはいつまで経っても嫌いで好きになれるわけがない。いい選手をサクッと作らせてやろうという心構え、このモードないんだから。そんなさせてたまるかって阻止してくるモードですからね。全力で開発陣がプレイヤーの邪魔をしてやろうというモード。最終ステージには博士がいますね。もうこの際やりましょう。こんな能力で作ったところでいい選手とも言えないし、いい成績を叩き出すわけもない。ただ博士の手術が成功したらその可能性はある。出会えるか。おっと、博士奥の奥まで行かないで。赤が消滅したことは嬉しいぞ。そして博士に出会う、その前に邪魔者がやってきた。お前そこに来るのね。体力考えたら鬱陶しいけど、さあ博士には出会えて、手術が成功したらワンチャンあるんだけど、どうなる。ウィーン、手術が終了して結果は奇跡的な成功を遂げて、ナイス。これで能力は上がって、それでも元が弱かったんでね、このまま終わればそれなりの成績残すかもしれないし、対決するにおいては結構張り合いのある能力ですよ。ある意味では面白い対決になりそうだよ、このまま終われるのであれば。問題は体力は9しかなくて、1,2,3,4,5,6,7、いけますよ。邪魔さえなければ。ただカレンのいる位置見てちょうだい。このまま上に来るのであれば目と目が合ってということになりますから、その展開がないことを祈って俺は下に行く。で、カレンは横に行きましたね。で、もう一回下に行って、これだともうカレンの邪魔が入ることがないから、このまんまゴールに突き進んでいって、あとは青パネルを踏んで、あ、しまった！プロ入りカード持ってたから今宝箱取りに行ってたら。ごめん、ミスったわ、俺のミスだわ。まあ、どの道いいか、博士の手術成功して最後パワーパネル踏んで、ほんと博士様々ですね。あのまま博士との出会いがなく、また手術が成功してなければこの能力になることはできず、めちゃくちゃしょうもない対決になってましたよ。ただ博士の手術成功によって能力で言えば結構トントンで大きな違いはない。だからこそ残す成績にも違いはなく、それがレベルが高いか低いかとはあえて言わないよ。でもね、あまり変わり映えのない数字を残すからこそ、比較した時どっちが勝ちか負けか面白い対決になると思うんだよね。共にメジャーでの実績があって、日本プロ野球ファンが期待してるよ。この世界はまだバウアーがやってくる前だから、フランコの実績でもみんな驚いてる。このレベルが来るのか、その期待に応えられるのか、僕の選手もフランコもそこに注目して。両選手をオートペナントのマッサイは実際の開幕戦オーダーを再現し、フランコは打順3番の DH 起用だったので、こちらの起用法で回すことになります。そして今回の先行選手は、まずは対戦相手のフランコから、メジャーで130本を打った実力、それを今リアルタイムでは残念ながら見られてはいない。この世界のフランコは最終的にどうなってしまうのか、メジャーの実績通りの結果を残しすげえと思わせてくれるのか、それともやっぱり衰えてやってきただけの助っ人じゃねえか、ダメやみたいな感じになっちゃうのか、これから確認だ。フランコ1年のシーズン開幕。先行選手1年のシーズンが終了しました。日本でどれだけのホームランを放つことができたのか、今超投高打低なので20本台でも十分リーグの本塁打王に輝けるチャンスがある。つまりはフランコのパワーを考えたら十分可能性はあるというわけで、早速確認していくと、まずは打率から1割9分9厘、浅村1割9分5厘、その下の安田は能力的にまあこういう選手だから仕方がないけど、浅村さんどうしたのかな。確かミート能力は低いけど、君がこんな数字であっていいわけないじゃん。1割9分5厘、10本は55打点、それ打率が低いから本塁打の数は減るのは当然だし、打点の数も伸びないのは当たり前だよね。なんてひどいざまを見せちゃってるの、浅村さん全部こっち持っていかれちゃったよ。フランコも1割台でひどいはひどいんですけど、それ以上にひどいやつが完全におるからね、こっちのひどさがなんかあまりかすれてるというか、解消されたというか、もはやどうでもいいひどいやつって感じ。135試合に出場して、まずフルで出られていない。その中483打数の96安打で1割9分9厘、2塁打11本で、肝心なのは本塁打、それをどれだけ打てたかなんですけども、15本、まあ、このような打率ですから、当然バッター当たる機会が減るということは、一発打つ可能性、確率も減って、数としても減るのは当然な話。こんな数でも全体2番目なんですね。辰巳が16本打ってのチームの本塁打を。打率2割6分6厘、16本は3
34盗塁、それに加えてこの守備能力を持つからね、チームの看板選手となってるじゃない。3年後の侍ジャパン、絶対センターこいつ守ってるでしょ。間違いないと思う。この辰巳の曲線をリアルで描けるのであればな。こっちの話に戻りましょう。塁打数152塁打、打点53打点、得点圏打率も1割9分9厘、打率と同じである理由がないんですけどね。そこを合わせて何になる。まあ、これが証明してるのは、いかなる状況でも1割9分9厘しか打てない打者だということ。146打数の機会も与えられて29安打しか打てず、当然打点も53打点しかねえわ。ここの時点でメジャーの実績の割にあかん、というか関係なくあかん。得点35得点、三振124個で三振もしまくっている。フォアボール58個、メジャーの実績の割に少ないよね。それは日本の投手たちがもうこいつを舐めてるからですよ。勝負して抑えれる打者だからだよ。アンドリー・ジョーンズの時は違ったけどね、やっぱみんなビビってたよ。そっちの方が実績あったしね。フランコとか比にならないくらいのメジャーでの実績もあったし、日本球界でも結果を残していたので、みんな逃げてた。こいつはそれとは対照的にみんなに勝負されてるわ。無駄にデッドボールが多いのは何なんだ、どこに理由あるんだ。よほど舐められてんじゃねえか。デッドボール当てても怒らないやつだろって見下されてるんですね。併殺6個と、そこは意外に少ない機会に対してな。出塁率も3割下回っての2割9分4、長打率も3割1分5、 OPS6 割0分9で RC273.18。 語るまでもない助っ人選手。メジャーでの実績に騙されて取ってみたのはいいですけども、直近で衰えていて、だからここに来たんですよ。そういう選手が来るってことは、衰えてここに来るでしか理由ないから。目に見えた地雷を取りに行って、地雷踏んで爆発して、いきなり悲惨すぎるものを見てしまったが、この後高校選手を回すことになる。こいつのシーズンに関しては完全にダメ助っ人シーズンでしたよ。でもこの後回す選手は神助っ人シーズン、そうなってくれることを願って祈ってる。1年のシーズン開幕。超えるべきハードルはめちゃくちゃに低いわけ。あれを下回るなんて逆に難しいぜ。飛び越えるのが当たり前。なんならリーグの本塁打王になってるとか、そんな神助っ人成績期待したいと思います。打率から見ていくと、オープン2割0分4厘だってばよ。だってばさ、浅村が2割復帰してますけど、それでもこんな数字なのか。そしてチーム最高打率が2割2分6厘の島内ってばよ。なんてグロい世界でしょうかね。さっきよりひどく見えねえかな。さっき1割台ってめちゃくちゃ悲惨だったけど、うん、でもなんかチーム全体で落ちたじゃん。さっき打ってた辰巳とかこんな感じになっちゃってる。あの辰巳なら3年後の侍ジャパン確実にセンターを守っていたでしょうけど、この辰巳ならもう日本球界にいないんじゃないかな。143試合フル出場の中、2割0分4厘で565打数の115安打、2塁打20本で本塁打はたったの7本、2桁すら打つことはできず、能力的に同じであれば、あっちよりも打率が高いんだったら、それ以上にホームラン打てるはずだったんですけど、7本って、リーグの本塁打王どころかチームトップにもなることができず、そもそもチームトップが14本打った伊藤っていうね、あ、これ伊藤幸也じゃないですか、現役ドラフトで、新たなチームに加入し、確か今季の最初のホームラン打った選手でもありますよね、エスコンフィールドで開幕戦で打ったんですよ。その伊藤が14本打ってチームトップになってる。その活躍は意外だが、その意外別にいらない。俺の選手は周りの選手がもっと打つ、そういう予想外が欲しかったんですけどね。塁打数156塁打、打点57打点、得点圏2割4分でチャンスでは打ててるわ。うん、だから何、もともと打ててないんだから、別にチャンスの方が打率高いからといってプラスではない。146打数の機会与えられて57打点しか稼げない助っ人に弱ね。この時点でダメダメダメばかりですよ。得点47、三振128個と多い。もう当然ながらね、打率が低いバッターは三振めちゃくちゃしまくってます。バットン当たる機会が増えるってことは、当然打率を稼げるチャンスも増えるってことですよ。しかし当てられないのであれば何も起こらなかったで終了。フォアボールも42個でよっぽど舐められてますね。デッドボールも6個と多いし、ぶつけられてるし、完全見下されてるじゃないですか。こっちが見下すっていうのはよくあるけどね、助っ人選手が日本にやってきて。なんで日本人から見下されなあかんねん、こっちがよ。おかしいな。併殺は8個、盗塁は謎の10個、まあ足は速いからね、盗塁成功率も7割を超えてるので、まあそこはいいですけど、でもホームランその分打て、出塁率2割6分5、長打率2割7分6、OPS は5割4分1、RC272.32 とひどすぎる。こんな数字を期待してお前を回したわけでも作ったわけでもない、博士の力を借りたわけでもない、あの人の力借りて手術も成功した世界がこれか、なんて悲しいんでしょうかね。俺以上に博士が残念がってると思うよ。手術成功したはずなのに、選手が残した成績や失敗作そのものじゃない。私の実力はこんなものだったのか、もう医者を辞めようと思ってるんじゃないですかね。できれば博士の期待に応えられる選手であってほしかったし、そういう選手を最終的にできたつもりではあったんですけど、全然大したことない。もうダメダメダメでしかないですよ。3つじゃ足りないね。ダメ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 。さあ、対決の勝敗をこれから決めていきますが、まず大前提、どちらもダメ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 
でダメなスキュット選手には違いはありません。でもよりどっちの方がダメか、それは数字を見たら一発でわかる。先行選手よりも高校選手の方が攻撃力、打力で劣ってる。で、今回は DH 起用なのでもそこの競い合いなんですよね。シンプルに数字で負けてるじゃないですか。どっちもひどいよ。でもひどいやつよりひどいのが高校選手なんですよ。じゃあそんなひどい者同士の比較、どっちの方が上か下かはっきりと出てるよね。もちろんですが、勝敗を決めさせていただきました。それだけ雑に決めれる対決だったということなのでね、こんなもん正直言うと勝ち負け決めたくはないですよ。ただシリーズ毎回勝ちか負けか決めてるんでね、この2人の比較であれば勝ちは当然フランコで、負けは作った僕の選手で、それ当たり前。めちゃくちゃにしょうもない結末で今回の対決は終了ということになります。メジャーで130本も打った実績ある選手との対決、できればもっと盛り上がりたかったが、今の能力がこれであれば仕方はない。でもそれでもいいパフォーマンスをしてくれる神助っ人のなんか予兆予感みたいな感じさせてくれたらね、今後またアップデで強くなった時に対決しようと思ったんですけど、こんなものは当然アップデによって強くはなりません。だってシーズンで数字残さないだろうしね、神助っ人なんて言われないですよ。それは約束する。シーズンが終了した時にフランコが称えられてる世界、拍手されてる世界、そんなものはない。そんな選手と対決する機会はもう二度とないでしょうね。残念な感じになりましたが、この動画を最後までご視聴していただきありがとうございました。次回対決をお楽しみに。